1993年撮影、シルビーキニキは、ブルンジ共和国の政治家、土。1993年7月10日から1994年2月7日まで、同国初の女性首相を務めた。また暫定ではあったが、1993年10月27日から1994年2月5日までは、同国初の女性元首でもあった。 ブルンジ大学で経営を学び、大学を卒業すると政府に勤め、最終的には首相官邸の経済上級顧問となった。1993年7月にブルンジ民主戦線のメルシオールンダダイエが大統領に就任すると、彼は国民進歩連合に属していたキニギを首相に任命した。これは、ッツ人であるンダダイエがチ人の敵意を和らげるために取った。 干渉策の一つだった。気にぎ敵対する二つの民族の和解が最も重要だとしていた。しかしながら10月21日、ムダダ大エ大統領と6人の閣僚が、フランスを案げぜひきいる、土人武装勢力のクーデターによって殺害され、民族間の衝突が起き、ブルンジ内戦が勃発した。気にぎ内閣の他の数人と、フランス大使館へと逃げ込み、 混乱から生き延びることに成功した。11月1日、彼女は政権の再建を試み、前大統領のピエール・ブヨヤやジャンバティスト・バガザの支持を得て、臨時政権を樹立し、暫定大統領に就任した。これはブルンジにおける初の女性元首であった。翌年1月、国会はシプリアン・タリャ・ミラ前農業大臣を大統領に指名し、 ウンダダイへの残り任期を彼に委ねた。無リャミラも、フッツ人だったが、政権維持のため多数の土人を閣僚に起用し、キニギも首相に留任した。しかし2月、ウタリャミラは別のフッツ人であるアナトールカニエンキコを首相に起用し、キニギは退任した。その後、キニギは銀行業へと転身し、2004年に国際連合開発計画へと移動している。 木にぎは土人であるが、彼女の夫と五人の子供はフッツである。ありがとうございます。